バリ魚殺小鉄少年と、時藤殿ー。邪魔だから隠れておいて。ごめんなさい。俺、俺いいから隠れておいて。でも、そんな千本バリ魚殺小鉄少年と、時藤殿本当に邪魔だからさっさと隠れてくれる。でも針を抜かないと。いやでもじゃなくて、針を抜かないと。針を抜かないとなんだけど、邪魔なんだ。針を抜かないと、とにかく邪魔なんだ。でも時藤さん、千本針魚殺小鉄少年と、時藤殿本当に邪魔なんだ。早くどっか行って。お願い、10円あげるから、うまい棒でも買っておいで。10円だって。10円じゃ何も買えないのに。10円じゃ足りないよ。そんなんじゃ今の子供は騙せませんよ。お願いだから早くどっか行って。このままじゃ戦えないんだって。このままじゃやられちゃうって。小鉄少年、何をわがまま言ってるんですか。さすが金森さんだ。もっと小鉄くん怒ってあげて。10円ならフェニックスガムが買えるから、それにすればいいですよ。いやそういう問題じゃないよね。いいからさっさと離れて。千本針魚殺小鉄少年と時藤殿。金魚さん、さっさとあの二人からやってください。と時藤さん、と時藤殿。きっときっと覚えてるから、追いつけないまま大人になって、君のポケットに夜が咲く。